山手線ゲーム。お題は監督で行くで。うざい、キモい、口臭い、かっこつけ、あーお腹痛かった、納金、あグラサンバカ、あいつら、よし、アホ、ん、お邪魔しまーす。え、犬やん、お前も走れって言われたん。はい、そうなんや、初登場やのにかわいそうに。あ、今みんなで山手線ゲームしてるからさ、犬も参加な。わかりました、じゃあ続きは犬から。はい、サングラス似合ってない。ふぅ、ちょっと休憩しようぜ。てか犬、なんで携帯持ちながら走ってん。あ、これ監督に持ちながら走れって言われたんで。へぇ、そうなんや、監督に持ちながら走れって。特にこのマイクの部分を上に振るようにって。ちょっと画面見せて。いいですよ。はい、皆さんどうかしましたか。こいつ監督の犬や。全部聞いてたけど、なんか言い分ある。ちなみにこのお題決めたん誰。こいつです。3人で決めたんかな。違います。よし、決めた。山手線ゲーム、お題は俺のいいところ。はい、マサヤから時計回り。優しい、かっこいい、賢い、服似合ってる、サングラスおしゃれ、オーラが出てる、監督が似合ってる、ベンチは似合ってない、レギュラーも似合ってない、細身、ガリガリ、ホラーマン、顔が普通じゃない、その顔なりたくない、ブーフ、もういいわ。お前ら3人明日もランだけじゃ。特にエース、お前は次の試合ベンチや。なに、あんな俺は別に100個いいとこ言えって言ったんじゃないね。10個ぐらいすぐ出るやろが。なあ犬、そうですね。よっしゃ、お前10個言ったい。はい、トイレ臭い、練習メニューいつも同じ、ホワイトボード何書いてるかわからん、女子まで募集しろ、髪型終わってる、もういいわ。僕100個言えるかもしれません。よし、お前も走ってこい。ふえ